パンラボの池田です。夫はパン、妻はお菓子、フランス修業10年の本格派職人夫妻が始めた珍しい東京の巻き窯パンやコンパン。ここは本当に東京か？今回訪れるのは東京都あきる野市。あきる野市ってどこって言ったら、立川のもっと向こう、五日市線の終点、武蔵五日市。まあまあ山の中、なんたって駅前が渓谷、バーベキューもできる秋川渓谷。駅前の賑やかな通りを曲がると、めちゃめちゃ里山、いい景色。坂道を降りていくと橋がある。秋川の美しい流れを見ながら渡る。のどかな風景の中に煙突が見える。これは巻窯の煙突かじゃないかと思ったら、やっぱり巻窯パン。田舎の農家のような雰囲気。ここがパン屋なのか。そびえ立つ煙突。コンパン、特徴は何といっても巻窯。温かい笑顔で迎えてくれる伊藤さんご夫妻、伊藤元樹さんがパン、かなさんがお菓子を焼く職人夫妻だ。やっぱかっこいいですね、巻窯パンって。そうですね、やっぱり直で焼くとなんかまあ電気窯とは違う感じが、まあまあどうなんでしょう、食べると全然違うんでしょうけどね。なんかここができる前はガスオーブンで焼いてたんですけど、変わるのかなって話してて、で実際初めてこの釜で焼いたら、香りと表情も全然違かったので、よかったね。巻窯パンの表情ってやっぱありますよね。巻窯を見せてもらおう。広さが伝わるでしょうか。めっちゃ広いですね。あんな奥まで届くんですか。そうです、奥行き2400で、横幅も2400のほぼ正方形で、まあ、1キロのパンが一度に50個焼ける。そんなに入るんですか。広さをまあ考えて作りました。まだあったかいですね。窯は手作り、6ヶ月を要したという。ハマって一番大変だったのってどういうところですか。全部ですかね。全部が大変。はい、だからまあね、一つのレンガを積み始めるまでが、一番しんどかったかな。積み始めたらもうね、最後までやんないといけないから、そこまでこうどう自分を盛り上げていくか。あ、ね、図面も自分で描きましたし、これで本当にいいのかっていうのもありますね。そう、正解がないんでね、やっぱりいろいろ巻窯仲間と連絡取ってはいるものの、果たしてこれ、それが自分の窯に合ってるのかどうかは、完成して火を入れてパン焼いてみないと分かんないんで、まあこれは不安でした、はい、今はこれで良かったって感じですか。そうですね、今ようやく火をつけて1年経ったので馴染んできましたね。ああ、熱が溜まってきて。そうですね。窯の奥にどうやってパンを入れる。あ、これですね。あ、こいつが。こっちですか。はい。長っ。これも自分で頼もうと思ったけどね、作っ、あ、まあ、自分で作ったんですか、これ。これも作りました。はい。なんかいいですね、なんかもう味が出てきてますよね。これね、すすがついちゃってね。あ、そっか、だからなんかこうちょっとつるっとした感じで。こっちは全然使ってないんですけど。あれ、これじゃあ同じ使用前、使用後みたいな。そうですね。こんなに違うんですか。これもう物語ってますね。そしたらこれがなんかもうすすだらけになってやっているっていうこと。実演してもらうことに。
すげえ、かっこいい。こっちがまあ3メーターちょっとあるのかな。これ操るのってでも結構大変ですね。そうですかね、まあでも慣れれば。イーストは使わず、直培養。種を見せてもらった。全粒粉と水で作ってるルヴァンですね。匂い嗅いでもいいですか。はい、どうぞ。爽やかで透き通ったミルキーな香りがした。今の自分の、まあ、種かなっていう感じはします、はい、これから多分ね、年齢を重ねるごとに。そうですね、はい、自分の体も味覚も全て変わってくると思う。多分それはパン作りに影響してくると思うので。コンパン、襖の香りと薪の香りが入り混じった木のような香り。ガリガリ厚めの皮が砕け散る。特に釜の露床に触れた底がたまらない。シリアルの甘さその最上級。ヨーグルトのように爽やかな中身。素直でまっすぐなパンだ。二人はフランス・パリで出会った。お二人はじゃあもうあっちで結婚されて。あ、そうです、ね、一緒に帰国されて。そうです、ね、丸12年で妻が10年ぐらい。あ、お二人とも10年もいたんですか、はい、お店がめちゃくちゃおしゃれ。雑貨はパリの一般の方が不用品を持ち寄るバザールで買い集めたアンティーク。これもそうなんですか。これめっちゃおしゃれだなって。さっきから。あ、それもそうです。お皿ですね。それはフロマージュ。それはそうですね。あ、そっか、フロマージュの皿か。カナさんが勤めていたお菓子屋さんは老舗ラビエユフランス。これは創業当時の版画。ラビエユフランスで卒業の記念にもらったマドレーヌの型。日本のものより少し大きい。私にとってはすごくそのラビエユフランスにいた時間がすごい大事で、いつでも思い出させてくれる。そうなんですよ。あ、そっから全部なんか考えて作ってるので。かなさんが作るコアダサブレ、こんなに焼き込むのか。ほろ苦さ一歩寸前の香ばしさだけに香りが濃い。ザクザクホロホロかと思ったらジュワー、バターが染み出す。このバター沼、なんて温かい気持ちにさせてくれるんだ。この店はどの雑貨もどのパンも二人の好きなものばかり。パリの大切な思い出につながっているのだ。伊藤さんがフランスで出会った巻き釜パン屋で焼いていた大きなブリオシ、卵、砂糖、バターを少しだけ使ったほんのり甘いパン。まあ、自分たちがその、まあ、フランスに住んでる時にノルマンディに行く機会があって、でノルマンディ その農家が、まあ、その土地の、ブリオッシュ、ガーシュというそのブリオッシュを作ってて、まあ、それを、まあ、食べた思い出があったので。プニ、カンパーニュのような生地感なれど、そこはかとなく卵とミルクの香り。追いかけてくる爽やかな酸味が口の中をさっぱりとリセット。不思議な感じだ。地元の素材を使ってパンやお菓子を作る。この日近所の農家さんが訪れ柑橘をお裾分けしてくれた。かなさんの手によってマーマレードになるという。お店の前の山で拾った栗を使ったモンブランや庭の柿の木から取った柿のジャム。手間はかかるけど作るのがとても楽しいと語る。幸せですね。うん、まあ好きなことをやれて、まあ今のところまあ食べていけてるので、自分たちも好きで食べたいものがお客さんのこう感想ね、インスタとかでもそうですけど、もう声とこうが返ってきた時がこう全部こう一つに
になったなっていうのが感じられてるのですごい楽しいです、当たり前なんですけど。いや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 、当たり前が一番素晴らしいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。